こんにちは、ひとひかりです。今日はね、2月の YouTube 収益と2月の生活費を公開したいと思います。2月の生活費はね、家賃3万円、電気代4000円、ガス4000円、水道0円、通信費2000円、食費0円、奨学金 2.3 万円、医療費3000円、交通費1000円、雑費2000円、娯楽費3000円の合計7万2000円ですね。1月は 6.6 万円なんで、6000円アップかな。2月は結構支出が多くなっちゃいましたね。病院に行ったんで、花粉症の薬をもらいに病院に行って、で、その通院費、交通費と、で、ワイシャツを買ったんですよね。ワイシャツ。照明写真とか撮ったりして、部活、アルバイト、面接用の、まあ、全然アルバイト応募してないんですけど。で、あとはジムとかが娯楽費であって、まあ、それは1月もあったんですけど、1月に比べると、プラス6000円ってことですね。まあ、これでもね、めちゃめちゃ頑張ってるんですけどね、節約。ありがたいことにね、視聴者様に食料を送っていただいて、食費3ヶ月ぐらいかな、もう4ヶ月ぐらいになるかもしれない。去年の11月からだから、4ヶ月間ぐらい食費0円なんですけど、本当にありがたいですね。感謝。で、水道代の請求は、今は3月なんですけど、3月に払うので、2月の支出はゼロとさせていただきました。奨学金返済は 2.3 万円あるんですけど、これはね、減額猶予申請中ってやつで、低年収の人は、その月々の返済額を減らして、で、先延ばしにするみたいな制度があるんですけど、今それを申請して、その結果が来るのが多分4月後半とかになるのかな。うまくいけば、月々の返済が減るんですけど、でもそれはただ先延ばすだけでなくなりはしないんだけど、そういう風にやろうかなって今思ってます。申請中です。で、2月の収入が YouTube 19.5 万円、 Amazon アフィリエイト1万円、本 0.1 万円、チップ 0.9 万円の合計 21.5 万円、過去最高収入ですね。ありがとうございます。ほぼほぼスパチャですね。感謝。本当に視聴者様にはお世話になりっぱなしで、視聴者さんいないと本当僕の生活成り立たないんでね、本当に感謝です。ありがとうございます。 Amazon アフィリエイト1万円はね、これ視聴者様ネムネムさんって方がよく話題に出てくると思うんだけど、僕の動画でその方が宣伝してくださって、いろんなところでやってくれて、でアフィリエイトが1万円分ぐらい貯まって入ってきました。ありがとうございます、ネムネムさん。で、本は4冊書いてるんだけど、2冊売れました。で、1000円。で、チップが 0.9 万円ですね。最近チップ制度を導入して、YouTube のスパチャだと、Apple と YouTube に手数料取られて半分ぐらいになるんですよ。だから1000円もらったら500円しか僕に入ってこないんだけど、チップだったら1000円くれたら、だいたい950円ぐらい僕に入ってくるので、めちゃめちゃ還元率は良くて、よかったらチップください。チップのページも作ったんでね、ホームページと多分このチャンネルの概要欄にもあるんで、よかったらチェックしてください。で、合計 21.5 万円、過去最高ですね。これ本当に、前月も過去最高だったけど、1月の過去最高は 6.3 万円なんですよ。6.3 万円の過去最高が2月 21.5 万になって、約3倍ですね。約 3.5 倍か。3.5 倍ぐらいになってる。ありがとうございます、本当に視聴者様。パチパチ。素晴らしい。ということで、2月の収入マイナス生活費は 21.5-7.2万円で 14.3 万円でした。プラスです。ありがとうございます。パチパチ、本当に嬉しいですね。ありがとうございます。初めてプラスになりましたね。これ税金分払っても全然プラスだと思うんですけど、まあ、油断できないんで、3月4月はもう当然収入がガグッと落ちるんで、プラス分を3月、4月、5月の生活費に貯めます。で、あと自作 PC をね、今作ってるんですよ。もうパソコンがボロボロすぎて、もう全然編集とか配信とか追いつかないんで、自作 PC をお金の節約のために今、画策してて、で、視聴者様にもね、自作 PC スポンサーになってくださいって言ってお願いして、特典は僕のホームページに
スペシャルサンクスで名前が載りますってやってるんですけど、Amazon 欲しいものリストからギフト券とかそのパソコンパーツ送ってくれたら、ホームページに名前が載りますっていう、本当に申し訳ないぐらいの特典なんだけど、それでもやってくれる人がね、今5人かな ?5 人ぐらい集まってて、本当に感謝です。ありがとうございます。なので、このプラス分も、自作 PC に消えて3月4月5月とかの生活費になるんで、まあプラスっつっても、まあ、実質年間で見たらトントンってかマイナスだな。よかったら自作 PC スポンサー募集してます。3月の17日の日付が変わるまで募集してるんでね、よかったら自作 PC スポンサーになってくれる人いましたら、詳細をチェックしてね、ホームページの詳細載ってるんで、そこチェックしてくれれば名前が載れるんでぜひねお願いします。よろしくお願いします。本当にスポンサー様の数によって僕のパソコンのグレードが変わってくるんで、当然少なかったらしょぼいパソコン、いっぱい集まったらいいパソコンになるっていうね、ワクワクドキドキな。よろしくお願いします。ということで2月の収入生活費発表でした。過去最高収益で過去最高貯蓄ができました。ありがとうございます。視聴者様のおかげです。本当にほぼスパチャとチップなんでね、僕の収入は視聴者様のおかげです。ありがとうございます。あと自作 PC スポンサーまだまだ募集中です。よろしくお願いします。概要欄チェックしてください。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。